おい、そこのイケメンバレーボーラー好きのファン、頑張って頑張ってって観客席でプレート作ってやってるやつに物申してんだよ俺は。はい、ってことでね、はい、物申したいんですよ。あ、今なんかバレーボールやってるんですよ。あれは何ですか、どういう大会？あれはネーションズリーグって言って、まあその年に1回開催される、まあ、リーグ戦なんだけど、今回そのパリオリンピックがあるんだけど、それにまあ上位に行くと、上位のリーグに行けて、その弱いところは強いところと当たっちゃうみたいな、そういうリーグの、チーム、リーグ分けみたいなのにも関わってくる試合。あ、そのオリンピックに向けての？そう、オリンピックに向けてのも入ってくる、今回は。っていうのがあるんですけれどもね、最近イケメンが多すぎてさ、見たんすよ最近。いや、まあ有名なところで言うと、まあ、石川選手とかね。石川祐希ね。あれ何歳ぐらいでしたっけ？27歳ですよね。あ、もう27歳。確か27歳ぐらい。ああ、まああの人はもうね、もうずっと君臨してるというか。そうだね、ずっと。大エースで。うん、大エース。あと最近は、まあ高橋藍ね。あとは西田有志ね。西田有志ね、うん、あの人すごいね。すごいよね、もう YouTube とかで見ちゃいますよ、うん、そのジャンプサーブ、スパイクシーンみたいな。スパイクシーンもジャンプサーブも見ちゃう。 TBS のチャンネルでね、やってます、ね、そう、このまとめみたいなんで本当にタイムリーに最近見てる、うん、やってるんだけど、日本の会場だと TBS とかが、はい、まあ、そういうふうに映したりするんだけど、海外でやるとやっぱ U-NEXT とかでしか見れないんだよね。ああ、やっぱ民放ではやってない。そう、だから去年は、まあ、入ってた U-NEXT に。で、まあね、もうイケメンが多くてさ、で、最近なんかにわかなファンが、そこだったか。にわかなファンがね、物申したりとかやってんだよ。ルイーとか、ユキーとか。そんなにアイドルか、なんか前から結構そういう風に盛り上がってるけど、最近は特に顕著。顕著に出てるよね。アイドル化。俺言いたい。すごい憎しみますよ、ね。本当にありがとう。いや、それ。もう本当ありがとう。もう嬉しくて俺。あれって言いますと？俺さ、でもね、実は中学高校とバレーボールやってたんですよ。そうらしいですね。そうやってて、でも中学3年生の時に、はいはい、あのね、グランドチャンピオンズカップってグラチャンバレーっていうのが、グラチャンバレー、そう、その時やってたんだよね、はい、4年に1回の、まあ、世界大会みたいな。ああ、4年に1回。そう感じだったんですけど、はい、それのね、イタリア戦を見に行ったのこれ。あ、現地で代々木体育館、代々木第一体育館、まあ、そこに行って、1、2、3試合、3試合あるのよ。昼間の2試合は、外国と外国の試合みたいな。あ、なるほどね。そうで、6時ぐらいになってくると、18時ぐらいになってくると、まあその日本の試合が始まる準備がなるみたいな、ちょっとゴールデンタイムみたいな。そう、はい、でやっぱりね、もうガラ好きなのよ、その海外の試合。海外の試合、まあもう20年前ぐらいの話なんだけど。そんなに前か。うん、で、まあ、俺はそこから見てて、その、ね、日本対イタリアの試合の前に、まあ、アイドル対ジャニーズの確かニュースだったかな、あの時のライブがあるんですよ、うん、でそこでめちゃくちゃ人来んの。だからファンだよね。まあ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 、そういうね、そのライブを見に、それはね、それはそういう集客ですから。そうそうそう。それでまあ終わるじゃん、そのライブが10分ぐらいかな、5分、10分ぐらい、ファイアウェイみたいな感じだった気がする。確か、いや、思い出すよ、確かね。で その曲ね、それが終わった後、マジで体感半分ぐらいいなくなったからね。あ、日本の試合なのに。そう、だから5分ぐらい見てザーって帰るみたいな。ああ、はい。その時すげえ悲しくなったんだよねまだこんなもんかと。なんかまだこんなもんかっていうか、バレーボール大好き人間としてはバレーボール見に来たんじゃないのみたいな。まあそういう収益の仕方だからしょうがないんだけどさ、まあ、そうです。まあ、そこの、まあ、来た人の中でも、まあ、ちょっと見てこうかっていうさ、人が増えればっていう話だと思うんだけど、でも今回はそのやっぱりイケメン、まあ、何、ブラン監督もイケメンで多分選んだわけじゃないじゃん。能力があってイケメンだったからまあ代表になってるわけであって、もうアイドル以上のアイドルだよね。だって190センチぐらいあるからね。長身で足も長くて
動神経抜群で、イケメンみたいな、ね、そりゃさファンもつくよね。よかったね、それは。うん、よかったよ、よかった。でその「ラン」とかさ「勇気」とかってさ、それを作ってる時間もあるわけじゃん、家で。確かに。でそういうのもなんかこう感じて、なんか感動しちゃってさ、やっと来たかと、バレーボールの時代がと、また戻ってきたなと思って。あ、戻ってきた、なるほど。うん、あの河合俊一とか、そう、あ、なるほど。本当にもっと前はね、うん、強くてかっこいいっていうのが、これがまたどんどんこう広まってほしいというか。うん、すごいっすよね。なかなかこうのほほんとして見れるスポーツではない。確かにね、一球一球がこうもう一瞬だから、観戦するのにはね落ち着かないスポーツだと思うんだけど、うん、でもやっぱりね、これを機にもっとさらなる新しい新規のファンが来てほしいなと思っています。本当にありがとうと。でも一つ俺が言いたいのは、お、まだなんかあった。あのね、顔を隠して応援しないでほしい。もう自信満々でおいおいおい頑張れーみたいな感じでこう、あ、なんか地下アイドル応援してますみたいなじゃなくていやまあでもそれは、うん、そういう人もいるかもしれないけど、こうなんかつつましさもあるかもしれない。つつましさしかないんだけどね。そう、つつましさしかないと思う。でもなんかやっぱり地下アイドルだから応援してる方が恥ずかしいとかじゃないと。だからバレーボールって恥ずかしいスポーツって思われたくないからさ。だからわかる。で俺はそういう風に見えちゃった、ね、バレーボール結構人気だと思いますけどね。いや人気で、配球でまたダダダンって人気になったけど、で、ね、うん、もう海外でめちゃくちゃ人気だからね。あー、そっか、うん、こういうだから日本っていうのは身長が低いながらも勝っていくっていう、がもう配球にそっくりなんじゃないかっつって、日本日本頑張れって言って、もう違う国が日本を応援してくれるっていう状況になってるから。そうなんだ。そうだよ。へえ。っていうわけで、これからもバレーボールをよろしくお願いしますと。何目線なんだっていうね。元経験者、はい、元経験者目線で一ファンとして、はい、今ので何分だ。